ジャニーズタレントとセクシー女優の熱愛スキャンダル衝撃度ランキングトップ8。ジャニー北川さんの性加害問題で話題となった元ジャニーズ事務所ですが、所属するタレントとセクシー女優とのスキャンダルもよく話題になっていました。そこで今回は過去も含めてジャニーズタレントとセクシー女優の熱愛スキャンダルを衝撃順にランキング形式で紹介します。第8位、田中聖、コウダリサ。元 KAT−TUN の田中聖さんとセクシー女優のコウダリサさんは2007年頃に交際していたことが週刊誌フライデーによって明かされています。2人の出会いは共通の友人による紹介だったそうで、田中聖さんの方から共通の友人にコウダリサさんに会いたいと持ちかけ、都内のクラブで紹介され交際に至ったそうです。2人はすぐに同棲を始めたということで、コウダリサさんは交際していた時の田中聖さんについて、彼は優しくて私を大事にしてくれましたとコメントしています。しかしその後2人は破局し、コウダリサさんは違法薬物に手を出し逮捕されています。コウダさんが薬物に手を出したのは田中さんとの破局のすぐ後だったといい、育ての親である祖父の死と田中さんとの破局のタイミングが重なり、その孤独に耐えられなくなったのが理由だと本人が告白しています。一方の田中さんも2017年5月に大麻取締法違反で現行犯逮捕されています。第7位、千賀健人、長尾健人、三上優愛。文春オンラインが報じた元セクシー女優の三上優愛さんとキスマイフット2の千賀健人さん、なにわ男子の長尾健人さんとの三角関係が波紋を呼びました。文春では千賀さんが三上さんの自宅マンションに出入りする姿をたびたび目撃しており、8月31日にも千賀さんがマンションを訪れたところをキャッチしています。しかし驚くことにその4時間後、9月1日の明け方になると長尾さんも三上さんの自宅マンションを訪れています。千賀さんと三上さんは年齢も近く同居のため、交際に発展したことは理解できなくもないと言われていましたが、9歳差の長尾さんについては長尾さんから猛アタックして交際にこぎつけたという内容で、ファンの間には凄まじい衝撃が走ったようです。第6位、塚田僚一、あやみ瞬間。 ABCZ の塚田僚一さんと元人気セクシー女優のあやみ瞬間さんが真剣交際していることを文春オンラインが報じています。 ABCZ はジャニーズながら芸人ばりに体を張れるグループとして知られ、その中でも塚田さんは筋肉担当としてバラエティ番組に引っ張りだこでした。お相手のあやみさんは2012年にデビューすると、瞬く間に人気女優に上り詰め、数々の賞を受賞しましたが惜しまれつつ2019年に引退しています。今回の報道では塚田僚一さんがあやみさんの実家に訪れ、あやみさんの母親に挨拶をしていたことや、あやみさんの実家が営む飲食店で食事した後、店先であやみさんの母親と親しく話す塚田僚一さんの様子が捉えられています。あやみさんの両親とはすでに良好な関係を築いていることから、結婚も間近ではないかと噂されています。第5位、森田剛、みゆきアリス。現在は旧ジャニーズ事務所を退所し、女優の宮沢りえさんと結婚している森田剛さんですが、2014年にはセクシー女優として活躍していたみゆきアリスさんと半同棲状態にあると熱愛スクープされました。出会いは森田さんの誕生日パーティーだったそうで、交際のスクープがあった際、報道陣が2人を直撃すると、俺の名前とか写真を使うのは良いけど彼女はいろいろ大変だからと森田さんがみゆきアリスさんをかばう姿も見られました。お揃いの指輪をしている姿も見られ、2015年にはみゆきアリスさんが芸能界を引退したことで結婚まで秒読みと言われていましたが、2016年の春頃に破局したようです。理由は出されていませんが、事務所が結婚を許さなかったからという噂もあります。破局後にも交際していた頃の2人の自撮りツーショットがツイッターに流出し、さらに衝撃が広がりました。第4位、手越優也、三上優愛。ジャニーズ時代から最もチャラい男として有名だった手越優也さんは、三上優愛さんとの濃厚キス画像が流出してスキャンダルが報じられました。当時三上優愛さんは SKE48 に所属しており、鬼頭桃奈の名で現役のアイドル活動中、手越さんとの関係を何者かにリークされてしまい、 SKE 脱退に追い込まれています。手越さんとのスキャンダルによって SKE を脱退し、その後はヘアヌード披露や AV 出演などアダルト業界に身を置くことになりますが、過去が過去なだけにその反響も大きく、さらにメディアへの露出も多かったことから人気のセクシー女優となりました。第3位、
松本潤、葵司、世間を騒がせた衝撃的な交際と報じられたのが松本潤さんと葵司さん。超人気グループ嵐のメンバーであるということ以上に、松本さんが女優の井上真央さんとの長きにわたる交際が周知の事実であったにもかかわらず、まさかの二股疑惑、これが要因となり、通常の交際スキャンダル以上に騒ぎが大きくなりました。松本潤さんと葵司さんの馴れ初めは2012年12月の中村勘三郎さんのお通夜だと言われています。松本潤さんが一目惚れしてナンパし、電話番号を聞いたことが始まりのようです。松本さんと葵さんは2017年の初めぐらいまでの約4年間の付き合いで、さらに3年半以上も半同棲状態でした。ちなみに交際当初、井上さんとの関係を知らなかった葵さんは、ネット情報などで知り得た井上さんとの関係を松本さんに問いただした際、松本さんから、それ以上彼女のことを言ったら殺すよと言われたということを明かしています。また破局後に葵さんは松本さんの性癖を暴露しており、松本さんには下着の匂いを嗅ぐ癖があることや、尿院の変態思考があった、元彼におしっこ飲ませたなどと生々しい暴露をしています。これには二股した松本さんへの批判もありましたが、葵さんの売名行為なのではないかという炎上騒ぎも起きました。第2位、伊能聡、飛鳥キララ。平成ジャンプの伊能聡さんとセクシー女優の飛鳥キララさんのスクープがキャッチされたのは2016年のこと。二人は宿泊客しか利用できないシンガポールの超高級ホテルのプールで密会していたところを撃殺されました。飛鳥さんの SNS には同ホテルで撮影されたとみられる画像が掲載されており、週刊誌の写真と同じ服装で写っているのが確認できましたが、スクープされると掲載していた画像は削除しています。伊能さんは TBS の宇垣美里アナやフジテレビの三上真奈アナとも関係を報じられており、飛鳥キララさんとの関係は単なる遊びだろうとも言われています。そんな飛鳥キララさんはもともと六本木のキャバ嬢で、業界人のスカウトを受け2007年に AV デビュー。 AV 以外にもゲーム龍が如く国にやバラエティ番組、お色気成分の高い一般映画出演も果たしています。第1位、櫻井翔以外の嵐メンバー、綾。綾さんは16歳だった1996年 TBS スーパーレディコンテストに挑戦し準グランプリを獲得。その後テレビ東京の朝やんで小室ファミリーオーディションに合格しアイドルデビューしています。小室ファミリーとして活躍していた歌手でしたが、いろいろな経緯もあって歌手からタレント、最終的にはセクシー女優として活動していました。後藤久美子のルックスを思わす美少女と絶賛されたこともある美貌を生かし、綾さんは1996年から2000年代後半まで10年以上にわたって数多くのジャニーズタレントとの交友交際があったことで知られており、ジャニクイ、ジャニーズ専用のコールガールなどの異名を持っていました。史上最も多く男女関係を結んだ稀有な女性とも言われています。一番最初に関係を持ったとされているのが嵐の松本潤さんで、綾さんにとっても初めての男性経験だったそうです。それ以降ジャニーズタレントと関係を深めていったと言われています。そして大野聡さんや相葉雅紀さん、二宮和也さんと続けて関係を持ちましたが、二宮さんとは体だけが目的のセフレのような関係であり、いきなり二宮さんから品川に呼び出されて公衆トイレで性行為を求められたりということもあったようです。そんな綾さんに対して櫻井翔さんだけは良い印象を持っていなかったため、肉体関係を持っていないとされています。そんな綾さんですが、2010年10月23日30歳という若さでこの世を去りました。死因については飛び降り死とされ、実際に都内のマンションの自室から飛び降りて亡くなっています。ただこの飛び降りの前に綾さんは自身の友人に、芸能界の大物に狙われている、殺される、助けてと相談しています。全ての真相は闇の中ですが、ジャニーズタレントと体の関係があったという以上に、何か黒い闇に巻き込まれてしまっていたのかもしれません。いかがでしたか。ただの噂とは言い切れぬ深い闇が潜むジャニーズタレントとの関係。旧ジャニーズ事務所には伝統的にセクシー女優を性処理のための道具にする風習がまかり通ってきたとも言われています。ファンにとっては衝撃的で悲しい部分もあるかと思いますが、実際にスクープされたセクシー女優との関係をご紹介していきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録
高評価もぜひお願いします。それではまた。